メダルゲーム。メダルゲームは、アーケードゲームのうち、メダルを使用するゲームである。コインゲーム、まれに、ギャンブルカジノゲームとも呼ばれる。現在のような、疑似カジノ的なスタイルは、シグマ社、あとのキーホールダー、製品開発はアルゼに遺跡の創業者が、外国製の本物のギャンブリングマシンを輸入し、ゲームに使用するメダルを金品との交換を一切。 行わない前提でで営業したのが始まりである当時のアミューズメント施設は業種としては風営法の対象外であったが金品を提供する賭博に類する行為は当然ながら禁止であったのでギャンブリングマシンをメダルゲームとして設置するにあたり法的に問題ない運用条件を警視庁の担当者と何度も個別相談した上で現在のような厳しい規制を当時の時点で 自主的に課すことで許可を取り付けたそうである。なお、シグマ社の創業者はメダルゲームコーナーを実現するにあたり、日本の法規では金品への交換は行えないという点をむしろプラスに考えていた。つまり、金品への交換が禁止されているので、ギャンブルにありがちな金銭の損得や勝ち負けのみが全ての撤回状のような雰囲気は原理的に否定されており、 イギリスのブックメーカーやモナコのカジノのような、勝ち負けにはあまり関わらず、あくまで浮いたお金で余興の時間を過ごすための、大人の社交上的な空間を理想としていたようである。従って、メダルゲームは、日本の放棄上、仕方なく換金できないだけで、勝ち続ける限りただで遊べる、イコールプレイ時間延長が、実質的報酬の、疑似、灰色ギャンブルゲームという性質でない。 一部の店舗で法や条例の規制と関係なく学生層や児童の利用を断ったり比較的高価格にメダル単価を設定する場合があるのはこの原則を守っているためであるメダルゲームをプレイするにはまずメダル貸し出し機やカウンターで代金を払ってメダルを借り受ける1000円で50枚から500枚と地域店舗によって幅が広く近年は マシンの大型化に伴い貸し出し枚数が多なっている傾向にある。キッズメダルが設置されている大型スーパーなどに入るゲームセンターでは100円から遊べるところもある。また、5000円分や1万円分などまとめて借りると割安になるところがほとんどである。なお、メダルのことをコインと呼ぶ人がよくいるが、コインは効果を指す言葉であり、誤用である。メダルゲームの種類には、 競馬ゲーム、ビンゴゲーム、プッシャーゲーム、スロットやポーカー、花札やマージャン、パチンコやパチスロの実機をゲームセンター用に転用したものなど達したようである。また、最近ではインターネット回線を使いたの店舗と通信できたり、IC カードにデータを保存できる作品もある。ゲームに使用するメダルは、店が客に貸し出しているものであり、販売したものではない。 店が客にメダルを店外に持ち出させることは、風的法によって禁じられている。第23条第4項。この意図は、店外に持ち出されたメダルがよそで金品に交換されるような事態を防止するためである。また、この条文に違反した場合の罰則は客には及ばないが、客が店の目を盗んでメダルを店外に持ち出した場合は窃盗の罪に問われる可能性がある。 メダルゲームは風俗第5号営業であるため、メダルゲームで使用するメダルをパチンコのように商品と交換することはできない。2010年にはメダルをアダルト DVD に交換していたとして、熊本県の業者が摘発された。その日のうちに遊びきれないほどの枚数を獲得した場合などには、店が預かるシステムを取るケースもあるが、その場合預かり証の類は発行されない。 預け入れることができる上限枚数や、1日に払い出せる上限、預け入れのできる期間は店舗によって異なる。また、店舗によっては、複数の大きさが異なるメダルを用意し、機器に追加された投入口、あるいは、あらかじめ用意されている第2等入口へ投入することにより、通常のメダルの10枚から500枚のメダルを一度に投入したことになる設備も整っている。これは、 特に大量のメダルをとして遊戯するプレイヤーに対するサービスの一つとされている。日本アミューズメント産業協会、ジャイアは健全化を阻害する機械基準のガイドラインを定めており、メダルが使用不可であったり、メダルの払い出し機能がないなどの筐体の製造、発売を禁止している。また、メダル貸し出し機を除き、キッズメダル機では紙幣及び500円硬貨での支払い。 その他のメダルゲーム機は、紙幣での支払いをそれぞれ禁止している。ジャイアは2019年1月9日に、メダルの枚数を電子化することを可能にするなどの健全化を阻害する機械基準の改正を実施した。ジャイアは、メダルの電子化により、オペレーター、店舗運営者の負担軽減や、設備投資のコスト削減につながるとしている。プレイしていた店舗が営業終了となる場合は、 営業終了日当日までにメダルを使い切らなければならないが店舗によっては預かったメダルを系列店へ引き継ぎ可能な場合もあるこの場合は店舗の会員証や身分証明書が必要ほとんどのケースは近隣に系列店舗がある場合に限られるデータを保存していた IC カードに関してもビデオゲームと異なり基本的に系列店を含む他店舗では 営業終了した店舗のデータでのプレイはできず、事実上のゲームオーバーとなるが、系列店で閉店した店舗のデータで、プレイ可能な場合もある。プレイしていた店舗の運営会社が破産した場合は、IC カード対応、非対応タイトルを問わす、破産手続き開始決定と同時にゲームオーバーとなる。この場合はプレイヤーが、店舗に預けていたメダル保証は、一切されない。歴史は古く、 1970年代にはすでに存在している。兄弟はだいたいどれも6人から16人プレイで、あるが1画面だけで CG を利用した1人プレイ、2人プレイの機器も存在し、また1990年代には60人以上ものプレイヤーが同時に参加できる機器も存在した。筐体中央部にスペースがあり、そこで馬のフィギュアを使いレースを表現している。 馬のフィギュアは、セパレートトラックのように他のコースに入ることがないのが常識であったが、1988年にセガ、後のセガインタラクティブが発表した、ワールドダービーは、馬のフィギュアが横にも移動できる、いわゆるフリートラックシステムを採用して関係者の度肝を抜いた。これ以降、フリートラックシステムが、競馬ゲームにおける標準に近くなっていく。しかし、それ以降であっても年に、 セガから発売されたスターホースのようなフィギュアスペースがなく、すべて CG でレースを行っているものもある。ワールドダービーでは、バケンゲーム以外にレース番号の下一桁が0番のレースにおいて、各プレイヤーサテライトにある持ち馬をメダルを払うことによって出走させ、一番枠に入ったライバル馬を制して一着になると、規定のメダルが配当されるスペシャルレースが存在したが、 馬を育てレースに出走させることができるという概念まで進めると1999年にコナミから発売された GI リーディングシレまで待たねばならない。なお、当該域では継続的なプレイのために磁気カードを利用した情報保存システムを採用していたが、現在稼働中の競馬ゲームは IC カードの利用が主流になっている。競馬以外にも、 いわゆるレース物にメダルをかけるマシンがいくつか存在している。ビンゴといえば日本ではパーティーゲームの代名詞的存在であるがラスベガスなどごく一部のカジノではカジノゲームとして遊べるところもある。初期は5級程度の球を打ち入れて万面に揃えていく、いわゆるスマートボールのような機械が一般的だったが、このジャンルでのエポックメイキングはセガのビンゴパーティーである。 巨大カプセルの中にすべての番号ボールを入れて抽選するという手法は日本のパーティーゲームとして楽しまれているビンゴの仕組みそのものだったウォールドビンゴもすべての玉が抽選機構内に入っているがピックアップ即確定ではなかったプレイ方法が基本的に単純であるためメダルゲーム初心者には楽しめる機器が多い反面特に近年はハードベッドをシールフィーチャーを備える ベッド枚数が少ない場合には、ジャックポ、取得権利がない、確率的に不利などが、代表例機種が多数作られている。メダルゲームを扱っている店舗で、このジャンルの筐体がない店はないと言っていいほど、ポピュラーなジャンルである。昔ながらのリールを使って、ゲームを行うものもあるが、今では画面を通して、ゲームを行うビデオスロットが主流である。中には最低でも、 ベッ枚数の当選が確定しているフリーゲームや連続当選で配当が倍以上になる機能などを搭載している機種もある。ただし最近ではパチスロ機の演出の高度化やタイアップ機の増加に伴いゲームセンターでもパチスロ機をゲームセンター用に改造した機種いわゆる7号店用機の設置が増加しているためそれらに押される格好で純粋なゲームセンター用 スロット機の設置が減少する傾向も見られる。メダルゲームでのポーカーとは、いわゆるビデオポーカーと呼ばれるもので、メダルを投入することによってベッドを行い、ルールに従って役ができればその役に応じた配当分のメダルを払いで機会が一般的である。ただし、ルールについては、使用するカードの種類、枚数、カードを交換するか否か、配当を行う。 最低の役などによって多岐にわたる。また、上位の役に限りマックスベッドをするごとに配当が高くなるプログレッシブ機能を搭載しているものもある。この場合、同じ機種を何台もつなげて稼働しているところがほとんどである。日本で稼働しているものはナチュラルディール配列変更の乱数によって現実のトランプデッキと同じような配列の変更を行い、 その結果のままカードを抽出することを指すを行わなで、配られるカードに抽選による制御を行っている者も,も多いので注意が必要である。いわゆるメダル落とし。指定された投入口からメダルを投入し、その投入したメダルですでに、マシンフィールド上にあるメダルを押して、指定された範囲内にこぼれ落ちたメダルが、プレイヤーの獲得だるとなる危機器のことを言う。 機器内に投入されたメダルを押すための段差を持たせた板、いたプッシャーテーブルと呼ばれるものがあることから、このように呼ばれる。また、メダルそのものを使うゲームのため、競技では、これのことをメダルゲームという場合がある。2000年以降は、液晶画面などの抽選により、スロットが回り、数字が揃うと、フィールド上に追加でメダルやボールが支払われ、ボールを落として、 物理抽選をクリアまたは、所定の絵柄を揃えると一度に100枚以上のメダルが、フィールド上に支払われる、ジャックポットチャンス抽選が行われるゲームが主流となってきた。コナミアミューズメントのファンタジックフィーバーシリーズや、スピンフィーシリーズをはじめ、薬物を使った物理的なジャックポット抽選が2018年、現在の主流である。メダルゲームは、そもそも西洋のカジノを日本において、 疑似的に表現できないかという点から生み出されたものであるため、カジノゲームをマシン化したものは多かった。古来より博打としての一面もあるマージャンや花札をモチーフとしたものもある。ほとんどの機種がシングルプレイタイプで CPU と対戦し、上がった分数や小星数、点数によって配当が決まる。マージャンは他のアーケードゲームと同じように二人、マージャン、 花札にはいくつか遊び方があるが恋恋を採用しているものが多い。またこのジャンルでは脱衣物と組み合わされているケースが多い。数は少ないがメダルゲーム専用に開発されたものの中にはそのような要素を持たないものもある。タイミングよくボタンを押すだけなどルールが簡単で小さな子供にも遊べるタイプのゲームも多く存在する。これらは一般的に キッズメダルと呼ばれており、筐体が安価で小さく、メダルの増減も少ない、一度にメダルを大量に使用、獲得しないのが特徴である。特にモチーフが存在しない、独自のルールを採用したゲームが比較的多い。漫画などのキャラクターを用いたものも存在する。店舗に設置する場合は、親子などで気軽に楽しめるように、キッズメダルコーナーとしての区画を作り、 他のメダルゲームとは分けて配置するのが一般的である。海外カジノで行われているゲームをモチーフにしたものではなくオリジナルのルールを用いて客にメダルをベットさせるゲームも多数出ている。古くから中古のパチンコパチスロ台を改造してメダルを投入することにより遊戯球を打ち出してプレイするタイプの機器は存在したが現在では様々なフィーチャーを あと乗せしたタイプの器が多数登場している。昔と違い、最新機種もこれら専用に出荷されていることもあるようだが、そもそもメダルゲーム用の機器でないものを用いているという点で、メダルゲーム機と称するべきかどうかは議論の対象となりうるカプセルが排出されるプライズマシンとしての需要もあるためだが、現在のジャンマ青ガイドラインでは、プライズマシンとての営業は禁止である。 正式には7号店用機と呼ばれる風営法ではパチンコパチスロケを4号と分類するため、ただし、現時点の風俗営業法では4号機を何の改造も行わないまま5号営業店、ゲームセンターに流用することは違反となっている。このため、現在5号営業で利用されている4号機については、確率が変わっていたり、アタッカーが変則的に開いたりなど、 本来の4号機とは違う挙動を行うように、改造されている機種がほとんである。下表、種別の見方は、CG イコール CG 画面により、FT イコールフリートラックシステムにより、SP イコールセパレートコースにより、それぞれレースを表現することを意味する。また、等数は、レースが何等立てで行われるかを意味し、固定は表記した等数で常に、レースが行われ、 可変は表記した等数を最大として、それ以下の等数でもレースが行われることを意味する。可表、形式の見方は、ダコミイコール抽選すべき球を盤面に打ち込む、方式、投入イコール機械が球をフィールドに投げ入れて、抽選する方式、全球イコールすべての番号が記された球が、特定区画内にあり、何らかの形でピックアップして抽選する方式を、それぞれ意味する。 また、球数は、一回のゲームで使用される球数を意味、括弧内は、エクストラボール等で、追加抽選が入った場合の最大個数する。また、移動は、盤面に記された数字の移動可否を表し、見方は、ZN イコールゾーン、決められた区画で、LN イコールライン、決められた列で、S イコールスライド、スライドさせて、R イコールローテーション、回転させて、 c イコールチェンジ、入れ替えて、それぞれ移動ないし、入れ替えができるということを意味する。なお、小文字の場合は、抽選によって、権利を得ないと移動できないことを示し、z、l における、付加数字は、n の9面が投入、抽選開始、または、だこみ前まで、当該操作が可能、カッコがついた場合は、条件外でその数字まで可能であることを示す。 ステーション数に S と記されている場合は、シングル筐体を表す。メダルゲームは、特に危機単価が、他のビデオゲーム機などに比して高く、導入するためには、ある程度のスケールメリットを要する場合が多々ある。このため、企業によっては、系列店舗などで、一斉導入することによりコスト削減を図る場合があり、メダルゲームの設備が整うチェーン店というのは、 必然的に限定されてくる。本校ではそのような企業を列挙する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。